こんばんは。みりんが11時をお知らせします。ティップ何使ってますか？これはね、キャンメイクです。キャンメイクの一番です。うん、ですね。今日はスチューデンツがあるので、ぜひ見ましょう。ツイートしようと思って。ちょっと待って、見ざるがあったよな。見ざる熱い、暑い。さっきまで寒かったのに。やっぱり窓を閉めると暑いな。また調子悪いや。変なとこばっかり押される。すごい汗がめっちゃ垂れてきそう。でもさっきまですごい寒かったんですよ。今日ずっとエアコンがついてるところにいて。そうなんです。だから寒と思って。そう、髪はね、ちょっと運動したので濡れてます。そうなんですよ。左の鍵、あ、こっち右、私から見てみ。これはね、このあれです、ハンモックの影です。そう、めっちゃここ汗が垂れてた今。めっちゃ本当に1分前に窓閉めたのにめっちゃ暑くなった。少し窓開けて。開けたいんだけどね、外の音が聞こえちゃうのよ。そう、だからやめときます。めっちゃ前髪が、確かにお水たくさん飲んだからかな。今日はこれ2リットルのペットボトルが夕方から飲んで、あとこれだけです。これはお風呂に入りながら飲んだらきっとあっという間なのに。ここわかる？汗かいてキラキラしてる。キラキラ、いい言い方した。汗でキラキラしてる。汗でキラキラしてる。飲みすぎ、いいえ、1日2リットルですよ。1日2リットルが普通にモデルさんとかの基準かな。モデルさんとかは1日2リットル飲むってね、言いますよね。うん、
たね。なんかでも、あ、これは普通に今日買ったお水です。ウォーターサーバーのじゃなくて。でもなんかお水だけっていうのは久しぶりに飲みますね。なんか今までずっとみちょで飲んでたから今日久々に水飲んだかもしれない。ウォーターサーバーの水はそのまま飲まないかな。みちょにしちゃう大体。うん、みちょにしちゃう。冷たい。シチューデンツ、今日のシチューデンツはなんか見てほしいような見てほしくないような。楽しみにです。あー、むちゃぶりモノマネ。あ、シチューデンツ、はい、お待たせしました。ツイートをします。今夜は無茶ぶりモノマネ。シチューデンツ、シチューデンツ、タイトルですでに面白そう。そう、なんかめっちゃ CM が流れるんだけど、ありがたいことになんか映ってるんですよ私が、まあ、ありがたいことに。なんかすごいもうモノマネって普段やらないから、私、皆さんご存知の通りだから、うん、そうなの。何のモノマネをした、それは見てからのお楽しみです。なんか普段やらないのに全力でやってる人って感じ。24時から、え？え？ってなんかスチューデンツさんがさ、ハッシュタグスチューデンツ全部ひらがなでさつぶやいてって言ってつぶやいてるのにさ、なんか一個さ STU 電通のハッシュタグになってるやつがめっちゃ細かいけど、こういうの気になる。統一したい。見てくださる方はぜひハッシュタグシチュー電通全部ひらがなでお願いします。
スチューデンツが正しいよね。いいえ、ハッシュタグは全部ひらがなです。ハッシュタグスチューデンツ、スチューデンツは全部ひらがなです。番組の名前としてはね、スチューデンツが正しいですけど、全部ひらがなです、スチューデンツ。まあ詳しくは私のツイートを見てください。それではツイートしたいと思います。いきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。あ、これリプするときにあれだな、スチューデンツさん巻き込まないようにできるかな。私はこれを知らない方に、え、これは何時からって言われたら、そのタグを見てっていうことでつけたんですけど、ぜひね、もし時間ある方はこう抜けてお手数ですか。全然ね、そう、時間ない方はいいよ。カズマさん、ヨシノリさん、ユータさん、8月小太郎さん、山ナビさん、ブーフーさん、ヒロさん、ユウヤさん、キャロットさん、ニッシャンさん、ありがとうございます。うん、ツイートしました。あ、すごい、みんな器用だな、器用に器用に返信がちゃんと巻き込まれてないな。みんな器用だな、ありがとうございます。あ、新書かわいいよね。それな。みんなやり方わかんないのかな。ね、返信ってとこ押すじゃん、一番左の。ってなった時に、あ、でもこれ自分じゃできないのか。他の人のなんかないかな。ツイートツイート。あ、これかな。返信をツイートってなった時に、返信の上に返信先なんちゃらさんとなんちゃらさんみたいな感じにあるんだけど、そこ押したら返信先っていうのが表示されるから、なんかそこでね変えれるんですよ、うまいことやったら。ぜひねやってみてください。ね、このリモートでやるのは2回目の放送ですね。うん、じゃ前髪が、うん、まあならつけるなよって話ですけどね。このツイートを見たスチューデンツ知らない方がこの私のタグを見てくれて、あ、ケアルアイではこの辺にかかってるんだとか、あ、このところではこうやってここでかかってるんだってね、分かってくれたらいいなと思ってタグ付けをしております。スチューデンツもユミにタグ付けしてくれて、そう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 、スチューデンツさんもねタグ付けしてくれてるので、
なになに？ファー、めっちゃ白飛びするな今日。私の最近のこのノーズシャドウ、ノーズシャドウの私の入れ方はなんかノーズシャドウ、あこれはでも、あこれもキャンメイクです。これは眉毛を描くやつなんですけど、一番薄いやつで、なんかノーズシャドウってこう鼻筋をねこう通ってるように見せたい時とかなんですけど、こう全部引いてしまうとこうなんだろうな、なんかめっちゃ私いつもつけすぎちゃうんだけど、なんかこうやってぼやかしてるんだけど、なんかこうやってしまうと鼻筋みたいな感じになっちゃうので、ここのこっから目ぐらいまでやって、ここのこう引くんじゃなくってここだけやって、あとはここの鼻をすっきりさせたいので、こう鼻の横をちょっと影を作る感じでやってますね。あんまりハイライトは入れないかな。ハイライトっていう、これは茶色系の影をつけるやつなんですけど、じゃなくって白のなんかこれはなんか凹凸の凹凸凸合ってるかな、凸をつけるんですけど、凹凸の凹をつけたい時に白い粉でやるんですけど、こういう鼻筋だったりとか、なんかほっぺのチークの上にちょっと足したりとかするんですけど、私はハイライトは持ってないです、うん、あんまり影はつけたいのにハイライトはあんまりしたくない人ですね。なんか生写真売り切れてましたね。買った人いますか？今日出てた生写真ね、この前ね、グッズの話した直後だったから、うん、あ、今日ステッカー届いたよ。私はね、今日発送のメールが来ました。今日だっけ、昨日だっけな、うん、ハイライト塗りすぎは弱かね。そうだから私メイクあんまり上手じゃなくって、なんかついつい塗っちゃうからハイライトは使わないようにしてます。買おうと思ったら売り切れてたね。そう、私なんかああいう写真のやつ、この涙袋の影を着されちゃってすごいのっぺらーみたいな顔になっちゃうからいつも嫌なんですよね。うん、すごい顔が違うから、なんか別に何か1枚目の写真は好きじゃない、2枚目3枚目のやつの方がまだいいかな。うん、多分ね、いつもクマとかをね消してくれるんだろうな、ああいう時っていうか、雑誌のやつとかもなんかクマはねちょっと消してくれたりするんですけど、の時に、ね、涙袋ってだから大切なんだなってその度に思います。涙袋があるのとないので本当に
全然私顔が違って、だからあこの写真いいなって思ったやつって大体涙袋があるやつなんですよねっていう話、うん、最近はですね、これは黒かな、その辺がいいかな、この辺かな、あちょっと上すぎたかも、じゃん、私ちっちゃい頃から涙袋が欲しくって、ちょっとミスったかも、もうちょっとこの辺に欲しい、本当はちょっと上すぎたな、よいしょ、一瞬で消える涙袋、この辺かな、この辺だな、あここ最高、その位置は福ちゃんぽいいね、そうだからあかりんの涙袋もすごい好きです、何が意味あるのかな、なんか私の好きなモデルさんが涙袋があって、前のんさんっていう、前田のぞみさんっていう方が、それでだから小学生の時からずっと涙袋が欲しかったそうほくろメイクってあるんですよね、だから結構なんかもうタトゥー入れちゃう人もいるし、中にはぐらいこうね、ほくろっていいよね、私はねここに欲しかった、そうほくろメイクってあるみたいです、あこれは天然です、これは天然かな、ほくろってイメージ変わるよね、そうなんですよね、ほくろって本当にイメージが変わる、ね、パルトのここにあるのもすごいおしゃれだしね、ほくろって取れるの？あ、取れますよ、全然。私は取ったことないけど、これも別に取ろうとは思わないけど、なんか取れますよ。なんかあるよね。取れますみたいなの。確かにインカメで左右可愛いね。そうだね。だから自撮りの時とかは逆転してるかもしれないです。家で撮れますか、うん、それは撮れないんじゃないんですか、今日のパルトのツイート笑ったね、面白かった、まあでも自分でも撮れるかもしれないけど、一番いいのはねお医者さんに行ったまわりさん、何なんですかそのいちいち反応してくるのあんまりね、パルトが男の子になってたね、だからこうやって外の音がなんか反応されるからあんまり窓開けたくないんですよね、今は閉めてますけどね、そう大きな通りなのとかあんまりしですし、でもそうなんかあれだな、これ確か夕方から飲んでるから、何時間で飲んで、一本当はこういうこれはこの量朝から夜まで
で飲まない、あんまりこう短時間で飲むのはあんまり良くないんですけどね。でもそうの、まあ、飲めました。コップ使わない、まあ家で飲む時はコップ使いますけど、これはねいろんなところで飲んでたので今日だから、そう、それをなんか持って帰ってきたって感じですね。ゆっくり飲まないね、まあ望むのはゆっくりですけど、皆さんもだからもし飲む時は私みたいにこう一気に飲むんじゃなくてゆっくり飲んでください。あ、私これ見たわ、この話今三田園さんがついてる、これ見た、本当は亡くなってないんだよね奥さん。あ、言っちゃったあ、でも、ま、さっき動いてたのが映ってるから、そう、多分見てる方々はるかな。あ、動いてる動いてるから、あ、よかったよかった、言われもう事前に出てた、生きてるってクシャン。まぶたに目描いてた、あ、そうだね、よいしょよいしょよいしょ。13位高弘圭吾さんありがとうございます。12位七福神さんありがとうございます。11位エリオルマルさん、ゆびりん早く会いたいなありがとうございます。10位スランプくんさん、もうステッカー届いてる、え、早い、生女子マスク完売すごいね、ありがとうございます。9位杉谷さんありがとうございます。8位リキアさんありがとうございます。ねえ、言うてます、元気さん、女神、今日も配信ありがとう、シチューデンツ楽しみね、ぜひハッシュタグシチューデンツでつぶやいてください。6位アルトさんありがとうございます。5位ハルミンさん、滝乃由神足ありがとうございます。いや、みずさん痛み入ります、痛み入ります、ありがとうございます。3位大好きマンさんありがとうございます。2位ゆうくんさん、弓火の推しありがとうございます。そして第1位がコーラさん、日曜日の弓火のお茶楽しみですね。私もすごい楽しみ、ワク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 、ぜひ皆さん見てください、よろしくお願いします。うん、今日は明日の分まで配信させていただきました。明日多分できないからあれなんですけど、あの明後日イモステレビのオセロ大会があるのでぜひ見てください。あ、順位が変わった、13位スギヤンさん、アルトさん読んだかな、ユッキンさんかな、ちょっとなんか動かないんだよね、よいしょ、ありがとうございます。うん、1万人ね、ありがたいですね。あ、2位の方、あ、ゴーセブンさん、水2リットル飲んだに向かい出しておめでとう、ありがとうございます、ありがとうございます。この後はシチューデント、ハッシュタグシチューデント、全部ひらがなですよ、見る方はぜひ、私も一人で見るので寂しいので、よかったらハッシュタグでつぶやいてくれたら私は一緒に見た気になります、勝手に見れる地域の方お願いします。まあ見れない地域の方は見なくて、今回のはねちょっと見なくていいや本当になんか、はい、本当にです、はい、お願いしますまあでも新書の写真とかね何枚か撮ってるのでメールでね送れたら
いいですね。あ、2週間後に見ますね。あんまりこう何かしながら見て、じゃあ七並びしながら見てください。はい。それでは最後までありがとうございました。明日も一日頑張りみにん。それではおやすみなさい。